ろしくお願いします。まず、田村さんは、まあ、高校時代もね、はいはい、芸能活動しながら、はいはい、頑張ってということでしたけど、うん、NHK 学園を選んだ理由っていうのは何かありましたか？もともと通信制の高校に行くことはもう決めていたんですけど、事務所とも家族とも、うん、お仕事が忙しかったので、うん、ただ母が校舎のある学校にどうしても行かせたいっていうことで、いろいろ探していたらこの NHK 学園さんっていうのを見つけて、絶対ここがいいっていうので、こう母と一緒にこう見学して面接して入学したっていう感じです。NHK 学園で勉強して NHK 学園に入って良かったことってどんなことですかね？通信制の高校なのに文化祭があったりとか、うん、先生との交流っていうのがあったりとか、気軽にわからないところは電話して質問することができたりとかっていう、こう通信制なんだけれども全日制の高校のような行事があったりしたっていうことも良かったなっていうふうに思いますし、あと一つなんか今日思い出したことがあって、はい、私月曜日制だったんですけど、うん、その月曜日に行けないことも結構多くて、うん、仕事の都合で火曜日に振り替えでちょっと行った時に、うん、ご年配の女性の方がいらっしゃったんですよ、はい、おばあちゃんが、うん、そのおばあちゃんがこう私じゃなくて私の隣にいた席の子が、うん、なんかなんで今学校に来てるんですかみたいな、結構ド直球なんですけど、はいはいはい、その質問をしていて私若くお嫁に行ったから学校に行くことができなかったから今行ってるっていうのを聞いて、その後の体育の時間で一緒にラケット持ってバドミントンかテニスかしたんですよ、うん、球技を。でなんかすごくそれを覚えていて、なんか年齢も普通の学校に行ったらみんな同じ年齢の子が一緒に授業してるじゃないですか。なんかその私は本当に高校生の年齢で行ったんですけど、いろいろな年齢の方がいたりとか様々だったので、なんかそういうところもこうすごく心に残ってるとか印象に残っているところで良かったなと思います。なるほど、勉強以外の何かを頑張っていたりとか、それもこうみんなそれぞれが別のことを頑張っていたりとかしてる、うん、勉強以外のことを頑張ったりとかしてる人たちが学校に来ているので、うん、なんかその集団の中で学んだっていうか気づいたことっていうのは結構ありましたね。だから授業も大事だったんですけど、そういう関わりっていうのもとても面白かったりとか、うん、ホームルームとか本当面白かったです、うん、いろんなこう個性の生徒さんがいて、うん、田村さんがいた僕が持ってた時のクラスもいろんな子いたね。確かにね、いろんな子いましたね、はい、いろんな子いて、うんうん、こう1ヶ月に一度あるくらいじゃないですか、はい、授業が、うん、なのでその授業体力っていうのが、うん、ないんですよ。多分他の方もそうだと思うんですけど、毎日学校に行っていた中学生の頃は授業体力ってすごくあったんですけど、高校生月に1回だからその授業体力がなくって、そのこの学校の帰り道の達成感がすごいありました、うん、ありました。あとはでもその達成感もあったし、国立の高校に向かう道がすごく四季を感じられて、はいはい、桜が咲いてたりとか、うん、その時期によって全然違うじゃないですか、うん、で素敵なお店とかもたくさんあって、なんか帰り道その後お仕事がない日とかは結構バスに乗った方が早かったりするけど、うん、わざわざ歩いて帰ったりとかして、うん、あ来月も頑張ろうって思いながら帰ってたのとか結構気持ちが良かったですね、うん、あとは、うん、仲のいい友達が何人かいたので、うん、その友達とはまだちょくちょく連絡は取ってますし、うん、はい、一緒に学食食べたりとかしたのがすごく楽しかったです、うん、なるほど、はい、そうだな、まあ、無事に3年間では卒業ということだったんだけど、はい、やっぱり結構忙しくもあったろうし苦労したこともあったと思うんだけれども、はいはい、どんなところが大変でしたかね？
いや、やっぱリポートは大変でしたね、うん、そのこうコンサートのツアーを、私その時はアイドル活動とかグループ活動をしていたので、うん、なかなかこう学校っていうか個人のスケジュールに合わせることが難しい活動だったので、うん、まあその単位を取りに行くっていうのももちろん大変だったんですけど、テスト前のこう勉強だったりとかもよくツアー中に地方のこうホテルの中でこう他の子が寝た後とかも勉強したりとかはしてましたね。ただでもこう私は家族の協力もありましたし、本当に八木澤先生がとよく電話をして、あとここを頑張れば大丈夫ですよみたいなお電話も何度かこう何度もしていた記憶があるので、うん、きつかったけど、だからそうですね、本当に先生方の支えがなかったら3年間で卒業は多分できなかったと思います。私簿記取ってたんですよ。簿記すっごい難しくて、難しかった。その中学時代の友達でその商業の高校で簿記専攻してる子がいて、うん、わざわざその子にカラオケボックスで教えてもらったりとかしてましただから、うん、簿記が一番苦手だったし、嫌いっちゃ嫌いだったかもしれないです。ちなみにさっき雑談で話してたら、倫理が結構面白かった。はい。うん、倫理どんなとこが？いや、私そういうの結構好きなんですよ。うん、常にこう妄想してるのが好きで、夜寝るときとかベッドに入ってから、うん、ずっと妄想してて気づいたら2時間とか経ってたりとかするんですけど、うんうん、だからなんか、突き詰めるみたいなところが、うん、なんか考えることが大好きなので、うん、なんか教科書とか見てて、あ、面白いなって思う、いうふうに思ってた記憶はあります、うん、そうだよね、倫理なんか見るといろんな人の考え方とか、はい、物事を突き詰めて考えていくとかあるからね、うんうんうん、面白かった。国語は好きなんですけど、うんうん、苦手なんですよ。苦手だった？苦手です。文章問題とか、うん、テストになって読むと、うん、私頭に入ってこないんですよ。本とかは大好きなんですけど、うん、その勉強になると、うん、もう全然入ってこなくなっちゃってもう手汗とかすごい書いちゃうんです、うん、勉強になるとなかなか苦手でした。苦手でしたでも繰り返しですが、もうほんと3年間頑張って、ね、しっかり卒業できました。ありがとうございます。素晴らしいと、頑張り屋さんだった。いやはい、まあ、レポートはね、それこそ通信制の一番の勉強ですから、やっぱ大変なんですね。そこはね、そうだね、まあ、本人こう言ってますけど、担任としては本当に全然手のかからない生徒何も言わないでもレポートはしっかり出してくるし、まあ、今お話しあったように、お仕事の関係でね、なかなか自分のクラスに毎月来るっていうことが難しかったので、そうなんですよ、うん、そこだけね、じゃあこの日に来ようねとか、はい、いう相談は何度かでした、はい、ぐらいな、うん、ここでもうしっかりと勉強して、ね、ありがとうございます。はい、はい、じゃあちょっと質問が変わるんですけども、はい、今のお話にもあったとおり、もう高校入る前からね、芸能活動されてたんですけれども、芸能界に入ってやりたいっていうのはいつ頃からそういう思いがあって、どういうふうに伝えてきたのかな。でも小さい頃はこうミュージカルに子役として出演していて、うんうん、本当に幼稚園3、4歳ぐらいから地元のミュージカルスクールに通ってはいたんですけど、小学生に上がるようになって、地元が群馬なんですけど、うん、東京 あのミュージカルの作品とかにちょっとずつ出れるようになっていって、うん、小学生の間はそんな感じだったんですけど、中学1年生の時にこう自分の好きなアイドルグループが新メンバーを募集するっていうことで、記念に受けてみようって思ったらこう受かっちゃったみたいな感じで、そのまま、まあ高校生の時もその活動はしていたので、こう割と小さい頃からエンタメっていうか、特にミュージカルとかお芝居っていうのは身近にあったような感じでした。うん、そうですか。ちなみに今は歌手とか、はいね、あと舞台中心にミュージカルとか、はいはい、やられてると思うんですけれども、今のこれからの自分の夢というか、こういう活動したいとかあれば教えてください。はい、私はミュージカルが大好きなんですけど、そのミュージカルが大好きで、その高校に登校している間というか、高校在学中
にそのグループ活動を卒業して、うん、この休業の期間っていうのもここの在学中にあったんですけど、うん、ミュージカルがとても大好きで、今ミュージカルってすごくこう海外輸入の作品が多いんですよ、うん、なので私はこう自分のこうアイデンティティに寄せた日本でこう作った和製ミュージカルっていう作品を制作段階から入って作って、で自分自身も歌ったり演じたりして日本で上演して、それがいつかこうオフオフブロードウェイとかニューヨークの方で上演されればいいなみたいな、もう本当夢のまた夢みたいなのはあるんですけど、そんなことが一番の夢ではあります。なるほど。いやでもね、子役からアイドル活動から今のね、舞台女優としての活動もどんどん夢を実現させていっているので、今話したこれからのこともぜひ頑張って、ね、ありがとうございます、やっていってほしいと思います。はい、あと今日はどうしてこうやってお会いできたかというと、新しい校歌をね、はい、NHK 学園と歌ってもらうということで、はい、もう卒業以来だね、4年目に、ね、はい、あったんですけれども、実際に国歌初めてこう聞いてみてとか、自分で今日実際歌ってみて何か感じたこととか思ったことあったら教えてください、うん、聞いてみて初めに聞いたのは、私YouTube で先にもともと聞いていて、うん、知っていて、でその後に八木澤先生の方から歌って見ないかっていうお誘いをいただいたんですけど、聞いた時になんかすごい、なんか効果っていう概念をぶち壊してるような歌だなと思って、素敵な歌だなっていうふうに思っていたんですけど、私昭和歌謡がすごく好きで、松本隆さんの、作成されている曲とかもたくさん知っていて、たくさんすごく好きなんですけど、松本隆さんが作詞してるんだとかっていうふうに思っていたら、八木澤先生からお誘いいただいて、お家でも聴きながら練習とかしていたんですけど、こうレコーディングのスタジオに入るまで本当にどんな風になるのかが全然わからなかったので、まあ、スタジオに入って見てこう歌ってみて、その感じるままに歌ってみようっていうふうに思っていたんですけど、まあものすごいエネルギーを使いました。効果ってこんなに難しかったんだっていう か、 なんかこんなにこう心を歌いながらも心を動かされるんだなっていうふうに思って、なんか、本当にミュージカルだったら一番最後のエンディングソングになるような、本当に壮大だし歌詞もとても深いし、 NHK 学園の皆さんはなんか幸せだなっていうふうに思いました。はい、ありがとうございますね。はい、そしたら、最後なんですけれども、はい、今 NHK 学園で勉強しているみんな、後輩たちに、あるいは、これからね NHK 学園にもしかしたら入ろうかなって考えてくれている、人たちに何かメッセージがあれば一言お願いします。はい、なんだろう、でも本当に先生たちが皆さんとてもいい先生方だったっていう、先生を前にしてるからっていう話してるわけではなくて、本当にそうだったので、リポートとか授業とか難しかったりっていうのはあったんですけど、とてもこう和やかな雰囲気で授業も進んでいたりとか、また校庭もすごい広い校庭があって体育ができたりとか、また体育館なんかもあったりとかして、本当に充実したこう高校生活っていうのを来ることができていたんですけど、高校生活っていうのは本当に3年間しかないので、この3年間の毎日っていうのをどうか噛みしめて楽しい高校生活を送っていただければなって思ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。では卒業生の今日は田村めみさんにいろいろとお話伺いました、今日はどうもありがとうございました。これからもぜひ頑張ってくださいね、はいはいはい、ぜひ、はい、見に来てください。はい、今日はありがとうございました。